ただいび日本史へようこそ。はい、今回はですね、えー、共通テスト対策ということで、えー、私日本史の矢崎生がお送りします。えー、また引き続き、読み取りと知識問題の併用型の問題で、えー、4回目ということになります。えー、ではですね、えー、早速もう問題入っていきましょう。では、恒例のですね、はい、この資料を読んで、えー、読解していくタイプですので、えー、まず資料を見ていきましょう。 すで、えー、にして、えー、金明天皇のように仏法を初めて本朝に伝え、えー、水庫天皇より以後、この教え盛んに行われると。はい、えー。上は軍公啓示より、下は諸国の霊民ですね、に至るまで。はい、中がついてます。何でしょう。まあ、中の一この軍公啓示というのは、はい、貴族や官人たち。まあ、役人ですね。 で、この、はい。霊民ですね。霊民って何かというと、一般ピープルですね。庶民ということになってます。はい。でですね。えー、児童を、立つることなき者は、人列に、人数に、人数に列せず、故に資産を、傾け尽くし、えー、武闘武闘って何か、中の三があります。仏頭ですね。<laughs> それも、音が、そのままですね。仏頭です。を起こし、作ると。で、中略。 砕いて、天平に至りて、えー、いよいよ、尊重をもってす。ついに、殿園を傾けて、多く、大事を立つ。中略。また、七道諸国をして、えー、国分二条を建てしむ。造作の追悔、おのおの、その国の省税。中四はい、中四です。何ですか、これ。諸国で管理した稲、外水湖の利息の稲を、諸国の小燥に蓄えたものと。 要するに税金ですね。はい。この省税を用いたりきとえー、ここに天下の水泳、十分にして五。何ですかこれ中の五。はい、中の五これです、えー。十分にして五というのは、国の全体の資産の十分の五を失ったという意味だと書いてあります。はい、もうちょっと行きます。えー、関漢武天皇に至りて、都を長岡に移したもうに、政策すでに終わりて、さらに、 えー、城上都を営む。城都とは都。中略、皆、土木の、ね、匠を極め、ことごとく、徴用の用をう、ぶとす。ぶ、ぶすはい、国に天下のついえ、五分にして三。つまり五分の三ってことでしょうね。さっきと同じですね。それを失ったということなんでしょう。さあ、では早速ですね、えー、選択肢を見ていくことにしましょう。では、まずですね、この問いの一の選択肢を皆さん見てですね、 この中から正しいものを一つ選んでみてください。では、どうぞ。はい。では、よろしいでしょうか。では、早速見ていきましょう。えー、今、ここから該当する分を本文で探していくことになります。では、まず一つ目です。 日本に初めて仏教が伝わったのは推古天皇の時代であると。はい。ではこれどっかありましたかありましたよね。じゃあちょっと戻って見ていきますよ。はい。これは一番最初です。こう書いてあります。金明天皇の世に仏法を初めて本庁に伝えと。を書いてあります。 えですので、金、え、名、ー、天皇の世と書いてありますよね。よって、はい、ここが、罰ということになります。金名天皇です。では、次、2番目の選択肢を見ていきます。色変えます。 聖武天皇の代になって初めて仏教が広まった。はい、どうでしょうか。では、これも見ていきますよ。はい、すぐそのあたりこう書いてあります。水庫より以後、この教え、盛んに行われる。つまり、広まったということですよね。よって、えー、この、ここが、 水庫ということになります。なので、バツと。では次、3番目です。また色変えます。国分寺、国分二寺の建流には人々の資産が使い尽くされたと。はい。ではちょっと、これも該当部分あったんですね。見てください。 まず、ここですね。この国分二次。これが国分二次と国分二次のことでしょうね。はい。だから、ここから見ていきましょう。これを立てしむ。造作の追へ、おのおのその国の省税を用いたり。はい。税金を用いたと書いてますね。税金。税金。ということで、人々の資産ではないですね。これね。よって、バスということになります。 では最後に4番目です。はい。関武天皇は平安京を造営するために徴用を用いた。はい。じゃあこれ、えー、どこにあったか。戻しますね。ドン。関武天皇もここにいますね。関武天皇に至りて、都を長岡に移した、移したものに制作するに終わりて、さらに、城とを営む。さらにってことですよね。 ということは、この上都というのは、これが、いわゆる、これが、この都というのが、これが平安京なんでしょうね。これが平安京です。これがまあ平安京いうことになります。はい。で、その後何と書いてありますこう書いてあります。ことごとく、朝陽の陽を伏す。と書いてありますね。ということで、 はい。徴用を用いた。それから、平安京造営。ということで、これが丸ということで、答えは4番と。いうことになるわけです。はい。大丈夫だったでしょうか。では、次ですね。えー、次の問題に入ります。えー、次の表は、資料で、 三好九行が批判している仏教の問題を検証するために、古代の仏教と文化、政治についてまとめたものであると。でですね、まず皆様ですね、このあうに当てはまるものですね、えー、これをですね、まあこの後からあ選んでいくことになるんですが、今回はこのアスカ文化と、それから白鳳文化と、それから天平文化、この三つの文化ですね、のいわゆる 代表作品と特徴、これがね、抑えられるかどうかと、こういうものなんですね。はい。で、えー、それぞれのこのあ、い、うですね、に当てはまるものをね、えー、まず選ぶことになります。では、早速ですね、行きましょう。はい。ということで、あが飛鳥文化、いが白鳳文化、うが天平文化です。では、まずこの中で組み合わせを選んでみてください。どうぞ。 はい。えー、これですね。まあ、どこの影響を受けたまあ、そこら辺が今回キーワードになってくることになりますよね。えー、皆さんすぐ文化史というと、具体的な細かい用語ばっかし覚えがちですけども、まず、その何とか文化、それぞれの文化のですね、いつの時代、誰の時代、えー、どういう影響があるのか、どういう特色があるのか、まずそこをちゃんとね、マクロの目で押さえていこう。まあ、今回はそういう問題なんですね。知識の細かいところではないんです。では、ちょっと早速ですね、その話をします。 じゃあ、今から大きな目で見ていきます。まず、アスカ文化なんですが、アスカ文化は7世紀前半の水庫町をですね、中心とする文化なんですね。で、中国の南北町文化の影響が大きく、えー、当時中国は二つに割れてる頃、まあ、だキーワードは南北町文化の影響といったら、まずアスカ文化ということになります。で、えー、大木武家、天皇家、蘇我氏、虎来人を担い手とする、えー、我がワークに最初の仏教文化ということになります。 はい。で、あとから具体例も出てますが、えー、まあ、具体的にですね、アスカ文化の作品としてはどんなものかというと、こんなもんですね。はい。えー、法隆寺近藤とか五重のと法隆寺、まずこれです。これ世界遺産です。これ私がね、実際に行った時に撮ったものなんですけどね。はい。だからまず法隆寺といったら基本的に関係物はかなりアスカ文化だろうというふうにも頭に入れてください。はい。では次です。続いてですね、 白鳳文化。白鳳文化は、大化の改新から平城京に戦都するまでの文化ということになります。えー、天皇で行くと大体天武地頭天皇の頃です。天武地頭天皇といったら白鳳文化。で、えー、ちょうど影響的に行きますと中国は唐になった頃ですね。初唐です。えー、唐ができて、剣唐使日本が最初派遣する630年ですね。その後どん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 ,どん派遣していきます。その初唐文化の影響が大きいと。 で、天皇や皇族、貴族を担いととし、中国的な教養を受容して、さらに漢詩を作るようになり、和歌もこの時期に形式を整えています。えー、この時代ですね、えー、だからまず漢詩が教養です。そして、和歌も登場してるのは、例えば、自童天皇とかね、有名な和歌とか読んでますよね。百人一首にもほら歌を載ってるじゃないですか。はい。では、白鳳文化はとにかく諸島。そして、えー、白鳳文化の代表的な寺といったら、ここです。薬師寺です。 えー、薬師、えー、と言ったらですね、えー、これも世界遺産なんですけども、特に代表的なこの薬師塔塔という塔が出ますね、これね。えー、で、これですね、えー、パッと見て、お、いろいろ屋根があるなって見えますが、これは実際は30の塔なんですね。で、モコて小さい屋根があって、屋根だけ見ると1、2、3、4、5、6, の6個あるように見えますが、この小さい屋根をモしてといって、屋根じゃないんです。本当は30の塔なのに60の塔に見えるんですね。 で東の塔ってことは西の塔もあるんですが、西の塔は昭和に再建されたものなので、えー、東の塔しか出ません。で、近藤もこの時代のものでは実はないんです。えー、この時代のものとは白、この東の塔、これだけです。で白鳳文化の建築物といったらこれしかないんです。だからこれしか絶対出ません。天平文化ですが、8世紀の聖武朝ですね、聖武天皇の頃の平城京を中心とした はい。奈良時代の文化の総称です。えー、遣唐使によってもたらされた政党文化、中国絶頂期ですね。おはじめ、えー、東ローマ、イスラム、インド、いろんなね、文化の影響を受けます。えー、なので、国際色の濃い文化ということが言えます。まあ、これはですね、シルクロードというものを通じて、いろんなものが中国にやってきて、それを遣唐使を通じて日本にもたらされたからですね。まあ、パッと視覚的にね、えー、押さえておきたいとしたら、 正倉院というところにですね、聖武天皇の多くの遺品が残ってるんですが、様々なこの外国の影響を見てるところができます。で、天皇や貴族を担い手とした仏教的色彩の濃い文化でもありますね。はい。天平文化。と言ったらやはり、まあ、東大寺ですね。まあ、実際、この大仏船自体は江戸時代に再建したものですが、東大寺と言ったらとにかくこの天平文化のお寺です。 はい。じゃあ一応そんな感じでですね、頭にまず入れていきましょう。ということでもう一回戻しますと、はい。アスカ文化といったら法隆寺。白鳳文化といったら薬師寺。えー、天平文化といったら東大寺ですよね。えー、そして、えー、特色を今度入れるということになります。で、今回の問題なんですが、まず A。A ですが、もうこう書いてありますね。はい。えー、平城京中心。 この段階でこれが天平文化だということがわかります。そして B ですが、はい、初頭の影響。ここで白鳳文化だということがわかります。そして C は南北朝文化の影響。ここで飛鳥文化だということがわかります。だからよって答えは、はい、C、B、A となるので、6番が答えということになりますね。はい。 ということで、細かい用語というより、まずそれぞれ文化の特徴を押さえてほしいというのが今回のおまず趣旨でした。さて、では問いの3番です。えー、資料、表と6から8世紀における政治や社会の状況を踏まえ、この時期の仏教と文化、政治、社会との関わりについて、述べた文として、破遣部の誤っているものを次の1音から選べという問題です。はい。では、早速いきます。まず1番目です。 えー、三好市旧は仏教について国家財政の急防をもたらしたと、はいえー、批判しているが、6世紀から7世紀に前半における積極的な仏教文化の需要は中国や朝鮮半島など先進的な知識技術の摂取に貢献した。まあ、いわゆる6世紀から7世紀前半ですからね。まあ、これいわゆるアスカ文化の頃です。アスカ文化の頃はいろんな積極的なものを、えー、摂取した。まあ、寺作ったりしてますしね。 問題ないんじゃないでしょうかね、これはね。はい。二番目。三好教育は仏教について国家財政の休防をもたらしたと批判しているが、7世紀後半から8世紀初めに天皇の主導によって、大臣建立などの事業が遂行され、中央集権国家の建設が推進した、進展したと。まあこれっていわゆる白鳳文化の頃ですね。白鳳文化の頃に天皇主導で寺を作った。それが先ほどの薬師寺とかね、大寛大寺。薬師寺は、 えー、天武天皇が、児童天皇の病気治りますようにというふうに作った寺で、政府が作った寺を漢字と言います。漢字。漢領の漢に寺です。問題ないでしょうね。はい。で、3番目ですが、三好教育は、仏教について国家財政の窮防をもたらしたと、批判しているが、8世紀初めに施行された大法律令により、僧侶の活動が厳しく統制されて、僧侶が政治に介入することがなくなった。ということで、もうこれは、 ここはどう見てもおかしいので答えは絶対に3です。で、まずですね、基本的な話をしますとですね、まあこれ基本的な話っていうからですね、あの問題を解くときのね、一般常識的な話なんですけども、まず正誤問題でのみだけ全てできたらまず罰が多いです。なぜか絶対に限定ということは例外があるからです。逆に言うと、ひらがなでも何とかも見られるっていうのは丸な可能性があります。だって例外ってあるじゃないですか。 で皆様が知らない文章でも元来たら可能性があるなと思って置いておくのが常識なんです。で、今回は亡くなったって言い切ってますよね。で、絶対例外がある可能性があるから、まあ、バスの可能性が高いんです。じゃあ、例外あるんですか僧侶介入した人知りません ?8 世紀7時代。これは有名な道教って言いますよね。えさ、ー、らには、キビの真キと一緒にいた玄某もいますよね。ということは、いるんですよ。ということは、もちろんこれがバスだから答えが3番ということなんですね。 はい。ということで、まあ、今回は、ま、これ、基本的な、あの、生後問題の解き方として知っておいてください。えー、ついでにもうちょっと見ていきますと、その下、4番目、えー。三好教育は仏教について国家財政の急防をもたらしたと批判しているが、8世紀の中頃に、疫病が流行したり、飢饉が起きたりした際には、仏教は社会不安を沈めるための手立てとされた。まあ、8世紀なんか、これもいわゆる、えー、天平文化の頃ですよね。 何があったかというと、沈黙国家思想といって仏教により国を治めるという考えの結果、大仏や国分寺を作っていったので、これはもちろん丸ということになるわけです。